特徴ある商品サービスを紹介するビジネスのヒゲ今回は振動に強くナットなしでも緩まないボルトを紹介します緩み止めの特殊なボルトを開発製造しているのは横浜市西区にあるロックンボルトロックンボルトの緩み止めボルトは振動に強く。 動きに強く回転に強く緩まないボルトでナットを使わずに固定できるというものです。やっぱり原理を考えるとあの緩みとボルトの緩みっていうのは必ずガタがあるんですねギャップがそのガタをが緩みの原因なので私の場合には。 あのボルト本体ですねそのボルト本体が膨らむということはネジの,そのギャップがなくなるというそういうことを基本にして考えてやったんですよね。ボボルルトトの緩ままななないい特殊なボルトは二重構造になっていますボルトの内側にあるネジを回すことでボルトの先端を膨らませ ネジ山とネジ山を食いつかせることで、緩みを防ぐ構造になっています。普通はナットでもって、あの。緩み止めをするんですが、一番の売りはナットは使えないところでもって締めて。そして緩み止め効果を出そうっていうのは、これが一番メリットなんですね。さまざまなところで使われているんですが、あの、緩みというのは。 あの振動が起きて、振動がそのある機械ですとか設備。こういうところが一番緩みやすいんですね。とにかく振動に困ってるところはもう世の中にいっぱいあるんで。あのすべて、あのお役に立ってるんじゃないかな、貢献するんじゃないかなと。そう思ってますけどね。ええ、世の中にない特殊なボルトで。社会に貢献したいとの思いで事業を始めた長谷川社長。 今後の展開とはそこそこ国内ではあのかなり知れてきているんですけれども国内だけではこういうものはやっぱり国内だけでなくてですね海外にも困って緩み止めで困ってるというところはかなりあるのでですからこれは海外展開にしてですねあのどんどん広めていきたいなとそういうことがやっぱり夢ですね。